こんばんは。こちらは道内放送局の日本語のニュースでございます。統計局のデータによりますと、2024年の年初の5ヶ月間における国家歳入は前年時より 14.8% 増加し、国家歳出は前年時より 0.5% 増加したことにより、社会経済開発や防衛安全保障、国家管理などへの対応や債務の支払い規制に従って適時に支払うことが確保できました。具体的には統計局によりますと、5月の国家歳入は 150.9 兆ドンと推定されています。5ヶ月間の累計国家歳入は年間予算の 52.8% に相当する 198.4 兆ドンで、2023年の時より 14.8% 増加しました。このうち国内歳入は年間予想の 52.4% に相当する5兆ドンで、前年時より 16.8% 増加しました。現住からの収入は 24.7 兆ドン、輸出入からの収入額は 116.2 兆ドンと推定されています。5月20日時点で新規認可安全数、追加認可案件数、株式購入額、外出、出資額は前年度期より 2% 近く増の110億7200万ドルです。このうち79億4000万ドルに相当する1227件の新規プロジェクトで、前年度期により認可額が 50.8%、 プロジェクト数が 20.5% 増加しました。残りは追加認可案件数と出資と株式取得による投資資金で、それぞれ前年度期より 8.7% 減の20億8万ドルと、前年度期より 68.2% 減の 10.5 千万ドルでした。このため出資や株式取得による追加認可案件数や投資資金は減少し続けています。しかし状況はより前向きになってきているようです。外国投資庁の情報によりますと、2024年の5月は今年年初の数ヶ月間で最大の調整増額投資資本を記録し、今年の4月より 2.8 倍、3月より 72% 増加し、2月より 4.1 倍、1月より 3.6 以上増加したということです。今年の年初の5ヶ月の追加認可額は前年度期に比べて減少していますが、減少幅は徐々に改善されており、今年の4ヶ月に比べて 16.9% ポイント増加しました。5ヶ月間で追加認可額はわずか 8.7% 減少し、4ヶ月間の 25.6%、 3ヶ月間の 22.6% の減少を下回りました。5月30日、江原郡の本文という中学校で、江原郡夏季運営委員会が夏休みに体験するアクティビティと、2024年子どもたちのための行動学館を開始しました。夏休みのボランティア活動、愛をつなぐ、幸せで健康的でクリエイティブをテーマに、郡内に住むすべての青少年と子どもたちを対象とした2024年の夏休みのアクティビティが、今年6月1日から9月10日まで開催されます。主な活動には国の歴史と輝かしい伝統に関する宣伝と教育、子どもたちの道徳、ライフスタイル、保存樹式の促進、楽しい活動、娯楽の企画、ライフスキルの訓練、子どもたちの健康、体力、学習の向上、ケアの組織、特に困難な状況にある子どもたちへの活動や、主な受益者への支援、職活動への子どもたちの参加の動員、新しい農村地域や都市の文明的なライフスタイルの構築へのボランティア活動、学生や子どもたち向けの創造的な活動、組織などです。5月30日、国防省の呉県報道官は、中国軍は2日間で実施した台湾を包囲する形での軍事演習で、期待通りに目標を達したと発表し、
上訴された場合に対応する準備ができていると述べました。北京で講演した同氏は、中国人民解放軍の演習は台湾の攻撃的な独立分離主義活路を封じ込めるための措置であり、外国の干渉に対する警告だとし、中国がより強力な対抗措置を取ると述べました。台湾はその数時間前、中国が軍事演習やその他の動きで新政府に圧力をかけるために段階的に侵入し、新たな状態国家を構築しようとしていると警告しました。キプロス共和国のリティン・ビオティス報道官は5月30日、人道施設物資は今も同国から海上運送でガザに搬入されており、米国が設置した支援物資加入用の仮設桟橋が修理されるまで沖合に設置した強大な大油設備に大型船で保管されると述べました。レーティン・ビオティス氏によりますと、ガザに搬入するための支援物資の仮設桟橋からの荷下ろしは、仮設桟橋の損傷により中断されたが、海上援助回路は動いているということです。これに先立ち、5月28日には、この帯状の土地に支援物資を輸送するために、米国が設置した支援物資搬入用の仮設桟橋が荒波により損傷しました。国防総省は仮設桟橋の一部が切り離されており、仮設桟橋は修理のためイスラエルのアシュロロ湖まで曳航される予定だと発表しました。都市によりますと、米国側は修理は数日以内に解決され、来週半ばから仮設桟橋が開通できると通知したということです。ガザ沖の仮設桟橋は2週間前に開通しました。それ以来、11隻の援助船がキプロス共和国を出港し、この仮設桟橋に到着しました。同氏によれば、この支援額は数万人に1ヶ月分の食料を提供するのに十分だということです。ご清聴ありがとうございました。